はい、なぎです。お盆も終わりましたね。夏もあと2週間ぐらい。体どうですか？ちょうど体が暑さに参ってきて、ちょっと涼しくなる、朝日が涼しくなると、この夏の昼がドカッとくる季節じゃないですか。でまたうなぎ食ったり、ちょっと言いにくくったりして慰めるんですけど、僕たち貧乏にはどうせっちゅうねんみたいなねまあうなぎ買うぐらいはできるんやろうか。うなぎもちょっとちゃんとしたの食ったらもう3年とか5年とかしますからね。僕みたいに収入がちょっとつらいやつはちょっとつらいですね、うん。今日はサナやってます。もう一曲、今度は割と新しいやつやね、リレイ森の歌、この歌をいきます。はい、いきます。リレイ森の歌いきます。あれだ、誰かが嘆いてた、美しい森が消えるの、ああ自分がいない世の中、思い残るような人であれと、時給は病んで未来を憂う時代に、身近な場所で何が起こってんだ、高校に集って音を紡いだスタジオ、歌があろう Come on baby now、 そのわけをさ、この私に明日を夢見る、バカでバカでごめんよ、答えて答えておくれよ。うるわしいオアシスがアスファルトをジャングルに変わっちゃうの、ああ、わかりやすい言葉でどなたか教えてくれませんか、未来の都市が空を泳いでいるの、我が身を映した鏡のような月を、ピアノの音が今も胸に響く、コミュニケーションショート Come on tell me now、oh, Wanna talk together、 穏やかに、それぞれの想い肌で肌で感じて、いつもいつもいつも思ってた、知らないうちに決まってる、 OhCome on baby now、 そのわけをアンサー、今人々に、明日を夢見る、バカでバカでごめんなさい、石を石をつないで、この森が好きだよ。いや、リレイ、森の歌、サーランでした。ナギでした。ぜひ登録、チャンネル登録ボタンここにあるんで押してね。また遊びに来てください。See you!